はねんさん、こんにちは。かんでしたよ。今日はですね、ハイジャンプスマッシュを出るキャラ3体でね、試合やっていきたいなと思います。多分相手もね、全員できるから、もう怖くてロブ打てないと思うんですよ。なので、その隙にですね、こっちはボレーで決めていったりとか、まあ、万が一ね、ロブ打たれたとしても、こっちはスマッシュを打てば決めていけるかなと思いますので、この編成でね、やっていきたいなと思うんですけど、ギア結構こだわってまして、まずまあ、リリカに関してなんですけど、この子特殊状態中やったらね、ヘビーフラットの強化型オーバーチャージを打てるようになるんですよ。これが何を意味するかっていうと、スマッシュで打った時に SS ゲージプラス 10% とか、ああいうスロットスキルあるじゃないですか。あれが乗らないっていう形になるんですよ。まあ、正味途中で止めれば乗ったりはするんですけど、まあ、やっぱヘビーフラットを打ちたいじゃないですか。なので、ま、ラケットのこのスロットスキルに関してはスマッシュとかではなく、灼熱属性の SS 増加量プラス 20% をつけていて、でもね、ミュウエに関してはそれが乗ってしまうんですね。この子低バウンドついてるのに乗るんですよ。なぜかね。ラインズマンミュウエは乗らへんのに。ちょっとよくわからないんですけど、まあ、この子のギアはスマッシュをね、ほんまはつけるかなと思うんですけど、僕はあえてねスマジはつけてないです。交代後のポイント開始1秒間 SS ゲージ同蓄積をつけてて、スロットスキル1にスマッシュで返球時に SS ゲージプラス 3% っていうやつつけてます。これなんでかっていうとね、スマッシュで返球時に SS ゲージプラス 3% とさっきのスロットスキル3のスマジュ同じ表示になるんですよ。頭の上になんかスマッシュ打った時に SS 溜まりましたよマークみたいに出るんですけど、それがね擬似的に出すことができるんですね。これがあることによってスマジュついてんなと錯覚させて、相手にロブを上げさせないということが可能になるわけなんですよ。なんでそのようなことをするかっていうと、ミュウエってね、低バウンドついてるじゃないですか。低バウンド持ちのハイジャンプってそこまで得点力がないっていう形になってるんで、まあ、あえてこういう感じのスロットスキルの、付け方にしてます。まあ、結構おすすめなんで、ぜひ真似してください。で、続いてシューズに関してなんですけど、これね、リリカの場合であれば、スマッシュ打った時にね、体力回復するっていう能力があるんですよ。なのでね、まあ、この子に関しては、特別靴はね、こだわらなくていいっていう感じになってるんですけど、ミュウエに関してはですね、すごい体力がなくなるんですよ。スマッシュ、ハイジャンプスマッシュ1回だったらマジで200ぐらいダメージとか受けてしまうんですけど、まあ、このシューズね、これじゃなくてもいいねんけど、こういう感じのオートスキルにスマッシュで返球時にスタミナ20回復するっていう靴があるんですよ。まあ、これを履かしてあげることによって、スマッシュ、ハイジャンプスマッシュをした時のダメージっていうのがなくなって、ただの打球部のダメージしか受けないっていう形になるんですよ。なので、もう絶対にこれにしてください。ハイジャンプミュウエする方ね。で、まあ、オートスキル2で灼熱属性のキャラはスタミナ黄色以上でスイングエリアプラス 7% っていう結構強めな性能もついてたりするので、まあ、ミュウエのために交換するのであれば、このね、血栓穴瀬靴にしていただけたらなと思います。で、靴のスロットスキルに関してなんですけども、スロットスキル1に燃焼無効をつけることによって、まあ、ラインズマンシャルロットに対して結構戦いやすくなる。まあ、最近あんま見えへんけどね。で、スロットスキル3がスマッシュで返球時に10秒間空中地面ノックバック無効をつけることによって、まあ、空中地面ギミックで戦ってくる系の相手に対してもね、戦いやすくなるし。で、このスロットスキルの2のスマッシュで返球時スタミナ30回復。これをつけることによって、さらに体力を回復するっていう形になってます。これスロットスキル2のね、これスマッシュで返球時スタミナ30回復ってやつ、他の靴につけたらええやんと思った方もいるかなと思うんですけど、このスロットスキル2をつけただけでは普通にダメージ受けてしまうので、ぜひともねこの靴を交換していただけたらなと思います。ということで、まあ、今回ですねこの編成で試合やっていこうと思いますので、そちらの映像を見ていってください。どうぞ。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。相手ね、黒の後継者と1型アナゼっていうことで、めっちゃ強いキャラばっか揃ってんね。いいね。まあ、このニノはね、ドリンク取ったら20秒間ハイジャンプスマッシュ打てるって感じやから、ちょっと1個ずつ取っていくのが、ちょっと使い方の正解はいまいち分からへんねんけど。まあ、いっか。全部取っちゃおう。よいしょ。これで、ハイジャンで決めれたら最高やねんけど、ロー上げてくれへんかな。いや、俺が頑張ってボレーすれば打ち上げてくれる。ナイス。オッケー。いや、完璧ですね。順調なスタートを切っております。で、相手にアナゼがおるから、ちょっとミュウエで行ってしまうとね、瞬間移動ダイブ等ができて、できなくなってしまうので、ちょっと、一戦目はリリカに活躍してもらうっていう感じになるかな。よいしょ。やっべ。いや、そっち、危な。よし、取れた。もう体力な。いや、ほんま、えぐいって、自分体力ないからってさ、人の体力からして言い訳ちゃうからな。よいしょ。やっぱやべやべ、ほんまやべ。あ、いけるいける。ハイジャンドーンよし、いいね。いや、いいね。2回ともハイジャンで決めれてるっていうね。いや、素晴らしい。まあ、どうしようかな。1回 SS 他のキャラで試しに行くか。いや、でも、その必要はないかな。まあ、いっか。やっぱ待って、失点した、普通に。危な。お、でかいでかい。
いいね、イレバンギミック素晴らしい。てか暑、もう暑すぎ。まだ6月のさ前半やのにこの暑さってやばない。ほんでさ、エアコンもなんかさ壊れとって、フィルターまだ変えれてないからつけるわけにはいかへんのよ。ほんでさ、扇風機もさ羽一本折れてるからさ、ガタ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 ってめっちゃうるさいって。だからその動画中は絶対つけられへんやんか。だから俺今灼熱の太陽の中やってる。一応日陰にはおんねんで、日陰にはおるんやけど超暑い。マジでもうなんか喋る時もすごいなんか情熱を込めて喋るわけや。もう超暑いからさやばい。ほんで相手ドロップ打った時にヘリオ SS 打ちたいねんけどさ、ドロップ打ってくれるかな。来た、はい計画通りやで、ね、ほんまに俺がしたいこと全てできたわこれで。はい、というわけで2戦目やっていきたいなと思います。まあ相手にアナゼがいないんでね、ちょ今度こそあのミュエを使っていきたいなと思うんですけど、相手の編成このエンマ以外にね、青の王とコルネがいるんで、青コルネしてくるんですよ。もう久しぶりに当たるな青コルネ。ほんまに前までめちゃめちゃさ環境を握ってたのに、多分イチカが出てからかな減ったんで、多分イチカがすごい天敵なんやろうね。まあ、結構増えてるしね、イチカも。だから減ったけど、来たら来たで結構やばいよな。一か入れてない編成に対して結構強いかなと思うんで、ちょっと脅威な気がするんやけど、まあ、とりあえずハイジャンでまあまあ1点目取りましたと。わあ青の王か。あ待って、青の王に打たれる、打たれてから打ちたい。あーまあいいでしょいいでしょ、後打ちできた方がいいこのツルツルをなくすことができるからね、ミュウエはこのハードストーン持ってるんで。よいしょ、やば、それ何々何、うわーピアノ危なこの入れ歯ギミックあることによってね、瞬間移動とか、あだいぶやったら大丈夫なんかな、ちょっとそれは分からんけど、とりあえずあんま良くないことが起きるんやけど、とりあえずまあコルネに関してはね、あれなんでミュウエで倒せるはずなんで、ちょっとミュウエで頑張りたい。ただミュウエは俺普段使ってないから結構やばいやっべやっべ、お前失点したな、ちょっときついな。これボレーいかんのが正解なんかな。ちょっとあーどうしようかな、一回交代レースで冷めるか。よいしょ、あやべこれやばい、危な、あえてこっち、いやー消される、よいしょ、あなくなった。青の、いやー赤のオーラケで決められてしまうやっぱジエズの加速って強いね。よし全力でいけミュウエ、あいやーやってるわ、やばいやん。これチームダウンシングルスやのに負けたらさチームのレートが下がってしまうやんか。それは一番やってはいけない、本当に危な、助かったよほんで、え、でもこっちの方が有利なはずやからね、コルネ対ミュウエって。俺は聞いてんのはそうやから、絶対勝てるはず。よいしょ。ほんで相手も赤の王やから、そんな GS 連発できんしね。1回しか打てないラケットやから、あれは。よし。悪くないんじゃないって誰かが言ってんねん。これ誰が言ってんの？リーダーか。よいしょ。やば。危ねえ。この人あれやね、青い方しか狙ってこう変タイプの人やね。よいしょ。危なガチ危なかった今、絶対絶命のピンチを迎えるとこやったけど。てか相手青のギミックなくなったからさ、青コルネの意味をなしてないんだけどそんなことあるもうよいしょ、こうへんかな、あ GS こうへんかな、よしよしよし、相手さっきの SS やったんかな。あ待って、なんか知らんけど立体軌道と同じような動かし方してもうた。よいしょ、ボレイ、やべピアノラケで消される、あ俺ダイブで返そう。よいしょ、はーい素晴らしいいいね、1戦目リリが使えて2戦目ミュウエ使えたね。はい、というわけで3戦目は黒の後継者とハルとね、あとアナゼっていうことなんで、ちょっとねミュウエは使えないと。だからまあ中野2本でいこうかな。1戦目2戦目とこの子あんま使えてなかったからね。よいしょ、後ろ下げて、よいしょ、いいやん、ジャスト確定素晴らしいアウト角度のもう、あアウト覚悟の角度のツイートスピンやね。ちょっとややこしいね、日本語って難しいよいしょ、きっと相手はロブ上げてこないはず。だから俺は頑張ってボレーしたいけど、ボレーがちょっとな、あいいねいいね、打ち上げたでかい。まああの黒の後継者とシンゲリア狭いからね、ちょっとだけ戦いづらいはず、ハイジャン相手にはね。ただあれで体力枯らされるよね。ただまあこの子のいいところは、体力緑以上じゃないとハイジャンプできないとか、そういう能力じゃないっていうのがマジで唯一の救いかなっていう感じですね。よいしょ、ラッキー、はい、いけ俺の得点力の高い SS、 これマジで相手取りにくいから、ナイス素晴らしいでこれで5打球間やったかな、ジャストつくっていうのと空中地面向こうついて、あともう一個ぐらい能力があるんですけど、まあその恩恵で戦っていきたい。よし、いや強ない普通にただ相手で下げられてしまうから、多分ハイジャンではいかれへんやろな。まあ普通にラリーして、まあ、SS まで貯めて、まあ、あの得点力の高い SS で決めるっていう感じになるんちゃうかなと俺は予想してるんやけど、どうかな。うん、ハイジャンするのは無理そうやねよいしょ、いけ、
取るかな。あ、まあまあまあ、あーマジか、まあ1回ぐらいしょうないよ。相手着弾点見えてたっけ。着弾点見える相手であってもね、割とタイミング難しいんですよ、この SS の取るやつって。だから多分決まると思うんやけど、相手 SS 来るやろ、もうすぐ。遅いな、え、遅くない、くるくるくる、え、遅くない。あ、そうか、この子スタミナダメージ向こうついてるから、相手の破壊の翼の能力あんま活かしきれてないんか。あの、相手がダメージを受ければ SS がね、避けたたまるっていう能力なんやけど、それを相手活かせてないね。なるほど。あ、いいね。この子、情報修正。あ、じゃあ、新機械を来てから、あの、何やったっけ、ポイント開始に受けるダメージが15秒間無効みたいな、そういう能力持ってるんで、それでアナゼナ SS 回転率落とすことができたと。素晴らしい。やっぱハイジャン艦隊楽しいね。まあ、ぜひ皆さんもね、やっていただけたらなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。